こちら、ジョサクでーす。ということでね、今日はね、ここにですね、中日新聞の、7月12日のね、新聞から、ちょっと、出します、ね。男性の更年期というやつです。まあ、女の方はあんまり関係ないと思うんですけど、まあ、でも女の方は更年期ありますよね。私の知り合いの、働いてたところの同僚がいつもしんどいしんどいって、まあ、これ、53回読むなときに、私更年期やよーって。吉本さん、更年期知ってくると苦しいんやよとか言って、私に言ってたことがあったんで、そうだろうねと言って、まあちょっとお察ししますということでしたんですけどね。もう男性もあるということですね、これ。女性はまあ閉経とかいろいろあるんですけど、男性の場合はまあイライラするとか、うつ的な状態になるとか、まあ仕事があんまりね、うまくいかなくなる、まあ、テストステロンという男のね、このホルモンが減ってきたということで、で私は失敗したのは昔40後半の時にテストステロンが減ってきたので、これはダメやと思って、なんかちょっと微妙にテストステロンが入ってるようなサプリと飲んどったんですよ。そしたらかえってその飲まないとすごくガクーンと落ちるようになってしまって、これダメやと思ってやめたことがあって、回復するまで2年ぐらいかかったんですけど、まあ、あんなもんやっぱり無理やりにホルモン剤的なものは飲まんほうがいいですね。あれやっぱりホルモン剤っていうか、そのまあ自然系でほどホルモンが入ってたんですけど、それはね。タレントのひろみさん57歳も先月同症候群というのは LOH 症候群というのは、加齢男性性腺機能低下症候群、LOH 症候群、ひろみさんもそうだったと思いますね。ここに書いてありますよ。うつ病に重なる場合も多いということです。笑わなくなったとか、それから元気がなくなったとか、楽しみが減ったとか、物悲しい気分がするとか、また怒りっぽくなったとか、運動機能も低下したとか、夕食後は寝ないと、うたた寝しないとダメやとかっていう感じですよね。そうこういう感じですよね。社会参加のホルモンとこのテストステロンはね、いうことが書いてあります。男性にとってはね、テストステロンを維持するために重要なのは自己実現であり、社会や他人からの評価、それがないと減少するということがここに書いてあります。コロナ禍は多くの男性から自己実現の場を奪ってしまったと、ね、リモートワークとかいうこと、あるいは評価される機会が減ったということで、これは言えますよね。仕事の代用とかって言葉ありますけど、評価されるということはすごく大事ですよ、人間は。私は常々それは思いました。自分自身でやってた仕事、ほとんど評価されない仕事があったんで、シルジャージに暴流、主流メインストリームがあって、その脇の、なんていうかな、専門職の人を助けるような変な、妙な仕事だったんで、主流の人たちじゃないんですよね、そこで、葉っぱ利かしてる人たち。数も少ないしということで、だからほとんど評価されないですよ、その場所では。その専門の方がやっている仕事上で、なんか専門の方がいいことをやったりとか、画期的なことをやった場合だけ評価されて、後の人間は関係ないって感じですよね。ほとんど評価なし。まあ真面目だなくらいな、真面目にやってるなとか、ミスが少ないねみたいな、そんな感じです。だから非常になんかこううつうつとしたそういう時期も私ありましたけど、まあ40後半だって50になったからもう吹っ切っちゃって、まあそんなもんだよ人生ということになってしまって、まあだいぶ役員になったんですけど、かなりやっぱり悩んでた時期は私ありますよ。評価がほとんどないもんで、でやっぱり大事ですね、評価っていうのは。例えばほんのちょっとしたほんのわずかなもんでいいんですよ。ちょっとだけ上がったとか、ちょっとだけこう人からこう褒められたとか、ほんの少しでもあれば1年2年頑張れるんですけど、ないんですよ、全くない。だから水が一切与えられない自然の雑草みたいなもの、人から一切顧みられない道端の
あの奥の方にあるあの絶えずトラックでほこりがかぶるようなそういう環境にのところ隅っこの方にちょこんと咲いているような雑草の花という感じですよね、うん、まあそういうのは置いときましてやっぱり大事です、はい、評価は、はい、うん、でもまあ人に評価を依存するということになりますので評価を大あの気にするということ自体がその人がどういう評価をしようがしようまいが関係ない部分があるわけですよ。自分の中の価値というのは一切生で動かないというそういうことが大事ってことに気がついて私もそのこういうくれくれ体質からだいぶ脱却しました。はい、皆さんはどう思いますでしょうかね。はい、こんな感じでまた次回またお会いしましょう。